こんにちは、銀とクリスです。今日はですね、じゃじゃん、こちら普通のマヨネーズ食べていきたいと思います。で、僕たちこれ動画撮るの2回目なんですけれども、1回目の動画は好評でですね、第2弾もぜひ作ってくださいと言っていただけて、またいただきましてありがとうございます。 Alright。 で、今日はですね、お好み焼きとかたこ焼きとか焼きそばで粉もんパーティーしようと思います。 That sounds great、ね、で、大阪人、僕たち大阪、まあアメリカ人だけど、 I'm almost an 大阪人アメリカ人と大阪人で大阪で活動しているので、まあちょっとコナモンパーティーと、で最後に僕たちのおすすめの食べ方も、いや、Let's do it、お教えするような感じで、作っていきたいと思います。では早速作っていきましょうか。Yeah。 はい、クレイスさんに作ってもらうのはですね、Yep。 こちらお好み焼き、お花飯のお好み焼きってみんな知ってます？ Oh, I know it。 お、知ってる？いや、大阪人やったら結構メジャーでみんな知ってんねん。こうスーパーとかにもあるから。Yep。 でもなんかお土産ランキングとか1位とかになってるらしい。 Oh, really？ うん、まあ、これをちょっとじゃあ作って、 Oh, next time I go to Tokyo, I'll bring it。 そういうことですよねで、真ん中こちら、たこ焼きですね。Yep。これはね、だしとネギとタコとあとマヨネーズだけのシンプルなやつで作ってみようと思います。シンプル is best。 シンプル is best でございます。で、こちら、まるちゃんの焼きそばですね。これは普通のマヨネーズとからしで、ちょっとからしマヨみたいな感じで作ってみたいと思います。あー、that sounds good。 絶対美味しいやろ一気に作ったらちょっと危ないかな。こうちょっと離そっか。あ、いやいや、出すか、危ないもんね。ちょっと離して。 The good thing about this is you can mix it、in this。 めっちゃ楽やな、それ。 Yeah, I don't have to wash it。 しんちゃんも食べたいってで、まあよく言うんですけれども、たこ焼きの水はね、ちょっと気持ち多めで、これ 500ml なんです。500と100ぐらい、ちょっとシャバシャバ気味で作ったら美味しいですよ。あー、 OK。 Is that a secret of the 大阪人？そうです。あともう一つね、シークレット言っていい？ OK。 これたこ焼きにうどんスープの大好きやね。もうだしの味がしてほんまに美味しいから。 Yeah, だしって anything and it makes it taste good。 あ、一気に水入れちゃったこれちょっとずつ水入れなあかんの。やっぱ撮影中ってテンション上がっちゃうね。You just put the ingredients in and mix. Mix. Super simple. Okay, this is already ready to go. あ、すごいね。早じゃん、できました。じゃあ乾杯しましょう。 Yeah。 Cheers everyone。 Cheers everyone。 I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through。 Oh, I can't wait to eat this。 ね、じゃあたこ焼きくらいいきましょうか。 Yeah, sounds good、ね、マヨネーズがほぼない一番シンプルな調理なのでね、right。 味がわかると思います。 Yes。 いただきます。いただきます。Okay. Doesn't need any sauce. This is excellent. 僕やっぱりこの普通のマヨネーズ好きなのがさ、キリッとした酸味、ビネガーの味がグッとくるから、もう食べ物にすっごい奥行きを与えてて。This is incredibly good balance with the dashi flavor inside.And then the mayonnaise. 確かに。I'm gonna have another one. これもだしとむちゃくちゃマッチしてますな、これは。これいっぱい作るよ、これ。
それぐらい。でもこんだけつけても美味しいと思います。ちなみに俺この生姜、yep. 甘酢生姜とマヨネーズも好きなんですよね。 Oh really? 美味しい。 You're right. Oh wow. 美味しいやろ。 Why does that taste so good? じゃあ次お好み焼きいきます。 Let's do it.美味しそうなお好み焼き、こんなふんだんにひつの間で使っていいんでしょうか。ではいただきます。いただきます。Oh man, elevates it so much. これでもふんだんに使ったつもりだけどさ、これこそもっとあってもよくない。 I don't think you can put too much. なんかさ、味としてさ、まあ、例えばお好み焼きっていろいろ入ってるわけやんか。 Yep. でもすっごいまとまってんねんな。Yeah, I don't know how it does it, but it's like a swims together and just matches perfectly. Wow. よし、じゃあ焼きそば行きましょうか。からしマヨですよ。Ooh, I'm looking forward to this. 足りなかったらもうちょっとかけるから言ってね。Okay. どうぞ。いただきます。いただきます。うん、うまThat is nice, isn't it? That is nice. やっぱりさ、このマヨネーズ自体に透明感がすごいあるから、やっぱりからしとも、ま、マッチすんねんな。It really knows how to go along with other flavors. はい、じゃーん。お次はアレンジマヨのコーナーです。 That's right. こちらに普通のマヨが2つあります。片方をですね、こちら柚子胡椒ですね、でもう片方を僕たちの大好きな山津辻田さん魔法使いの七味をちょっと入れてみて、野菜スティックとともに食べてみたいと思います。 Let's do it.見ただけで美味しそうやねんけど、もうなんかすごいいい香り漂ってるもんな。 I really want to try this. I think it'll go well with the yuzu kuzu. yuzu kushu な、 yuzu kuzu ってな、 yuzu kushu、ゆず…じゃあ僕もゆずこしょうね。あ、ゆずこしょう。もう料理料理、これ一品料理。でもあれやね、ゆずこしょうのさ、果実っぽい感じとかなんかフルーティーさの方が勝つよね。いやー、醸し出してくれるというか、混ざってうまこれ。This could go with any vegetable. じゃあ山津辻田さんの七味唐辛子、これはね結構山椒がだいぶ効いてるので、山椒マヨネーズみたいな感じになるんじゃないかなとちょっと想像しますから、キュウリ出てきます。なんかおせんべいみたいじゃない。I don't know what the flavor is. 和菓子か。 Exactly, but the mayonnaise adds the creaminess. And then this spice mix adds the heat and sort of, what is it, sanso? Sanso. Sanso flavor. They should sell this. 売れると思う。 Because again, this has a bit of spice, so you can really feel it. But because of the mayonnaise, it really cuts it. And like I said, the creaminess of it.な、matches so well。ほんまに。ご自宅にある方はぜひ試してみてください。いや。では最後。Oh. 僕たちがいろいろ試したんですよ。いろんなもん買ってきて、カレー、せんべいとか、もうなんかスーパーにもん試して、僕たち的に一番おいしいものは何かっていうね。Right.
ナンバーワン決まりましたので、それを今からお見せしたいと思います。 Let's do it。 ではですね、こちら僕たちがいっぱい食べて絶対これやなって決まったやつ、 That's right、 こちらでございます。じゃん、たらこです。たらこ、これマジで感動したよな、最初やった時。 Exactly。 しかもそれをどういう風に食べるかというとですね、このご飯の上にたらこを乗っけて、right？ マヨネーズ乗っけて食べたら、So delicious。 Heaven。 たらこ乗せまして、ちょっとね広げます。ここに乗せるんですよ。ちょっとだけ混ぜていただきます。たらこマヨネーズ、たらこマヨネーズでございますね、これは言うたらね。いただきます。いただきます。You get just a little bit of sort of the fish flavor。 うん、そうやね。With the taroko and then the mayonnaise just mixes with it. Oh, they go together. これさ、じゃがいもでもやったやんか。いや、じゃがいもめっちゃ美味しかった。じゃがバターじゃなくて、ジャガタラコマヨみたいな感じで溶かしてやると最高やったけど、 The mayonnaise replaces the butter and it's just beautiful。 でもこれご飯がね一番美味しいなっていう話になったんですよ。 Yeah, exactly。 And we also found that タラコ works the best。 ね、そうそうそう、明太子ともやってんけど、明太子は逆にあの辛みがいらないねみたいな話になって、塩分かな結局、マヨネーズにこの塩分が加わってくる感じが最高、ここにご飯のお供にあるんです、これ。 Exactly。 This is dangerous. I could eat it every day。 ほんまに。 おかわり。 Me too。 Me too。 どうぞ。 で、これ、あの普通のマヨネーズってさ、あの鳥羽シェフが言ってたんだけど、ちょっと加熱に弱い、熱にそんなに強くないから、あんまりこう、だからあったかいものにするんやったら加熱して後にかけてくださいねみたいなことをなんかおっしゃってたんだけど、確かにこれね、冷たいたらこに冷たいマヨネーズ乗っけて熱いご飯に食べるとなんかいい感じの温度になって、すごいね、まろやかになって美味しいんですよ。たらこ by itself is a little bit strong for me、but when you mix it with this mayonnaise、I'm in love with it、ではいかがでしたでしょうか。すげえ美味しかったね。 It was really delicious。 はい、そしてこれね、提供してくださってありがとうございます。 Thank you very much。 もうこれ大切に、時に豪快に、yeah。 使っていきたいと思います。ではこんな感じでいろいろ食べたりする動画撮っているので、よかったらライク、シェア、チャンネル登録お願いします。お願いします。では、ギンとクリスでした。バイバイ。じゃあねー。どうする？あと3つもあって。すぐなくなるかもしれんけど。Yeah, they're gonna be gone so quickly. クリギンチャンネル。